はい、こんにちは、水くんです。アナウンス聞いてもらったと思うんですけどね、灰原室口大野間で、踏切の事故があったということで、車とねどうも接触したらしいです。ということでね、灰原室口大野間、なんですけど、こうやってね結構大幅に遅れてます。そうですね、こんな感じですね。で、このアーバンライナーですね、このアーバンライナーと車が接触したみたいです。まあそんな中ね、名古屋行きじゃない名古屋発の大阪難波行き特急に乗り込みました。で、行き先がね変わるかもしれないというアナウンスだったんですけど、まあ僕はね津で降りる予定だったので、津まではまあさすがに行き先変わらないだろうと、行き先変わるんであれば名張かなというイメージですね。はい、名張止めのになるんじゃないかなということで、津までとりあえず乗っていきました。まあさすがにねガラガラでしたね。新幹線使って移動する人がもう結構多くいたみたいです。まあさすがにね、大阪線いつ復旧するのかわからないということでね、あれだったんですけど、さあそんな中事故見合わせは18時6分ですね。なんでもう3時間以上ね、見合わせてる状態です。まあそんな中ね、僕は津の駅に到着するので津で降ります。ということで津の駅で下車します。前から火の鳥が来てますね。この火の鳥も大阪難波の方から来てたんですけど、結構遅れてたと思います。ということでね、ここら辺でもう復旧したっていうような話もちらほら出てきました。ということで津の駅に到着です。こんにちは、水くんです。今日はですね、ちょっと夜もう10時過ぎてるんですけど、今日12月14日、どうも近鉄の大阪線ですね、大阪線の灰原室口大野間、ここで踏切事故があったみたいで、6時ぐらいから21時40分ぐらいまで止まってたんですね。で、今電車が来てるんですけど、結構だいぶ遅延が発生してるんですよ。で、踏ん詰まり状態だったんですけど、21時44分に解消されました。ということでね、今三本松赤目口名張桔梗丘、この辺り強烈に電車が固まってますということで、ちょっとねこの辺を見届けていきたいなと思います。ということでね、今ねどこにいるかというとね、河合高岡の駅にいます。あれ、河合高岡、はい、河合高岡の駅にいます。まあね、泊まってても、その青山町止まりとかもあるんで何とも言えないんですけど、まあ火の鳥やアーバンライナー、普通の特急、火の鳥と、こう結構ねいっぱい来ると思うんで、ちょっとね見届けてから行きましょう。ということで河合高岡の駅です。ここはね水戸と違ってね、ちょっとねやる気のある踏切なんですけどね、結構ね、取り映えはいいと思います。
結構ね、その無人駅普通しか止まらないんですけど、こうやってね大々的に宣伝もしてますからね、ツー頑張るマルシェね、えこんなんもありますし、アクアイグニスね、はい、アクアイグニス、湯の山線ですね、そういうところもありますし、さあ河井高岡の駅、伊勢中川の隣です。はい、伊勢石橋と、伊勢中川の挟まれたところです。伊勢に挟まれたところですね。で伊勢石橋ってね、あのこれも普通しか止まらないんですけどね、雨の日は橋が川に水没するっていうのでね、ちょっとね、有名なところなんですけど、そういうのもあります。さあ伊勢神宮往復切符ね、こういうのもありますよね。すごいね、名張の手前で特急特急特急、桔梗ヶ丘の間に急行、伊賀神戸特急、青山町のところに快速急行と、で西青山に普通と、これが先頭なんかな、西青山の普通が先頭だと思います。まあこれは多分東青山で抜かされるんでしょう。25分遅れになってますけどね、快速急行45分遅れ、その後、特急が41分、その後の桔梗ヶ丘を過ぎた急行が26分、特急特急特急24分25分27分と結構遅れてますよね。まあ一応ね、スピーカーもありますよね、こうやり取りできるんですね。伊勢中川の駅長、駅員さんとやり取りができるのかな。まあ、本数的には1時間、昼間は1時間1本。まあ、夕方、朝はね、やっぱり多いんですけど、それなりに。こんな感じですね。Thank you.
ンライダー誰も乗ってなかったな誰も乗ってなかったような感じがします。さあまだまだなりますよ、続々来てますね。さっきのが名古屋行きのアーバンライナーかな。そして次来るのが、そうですね。さあまだまだ踏切が鳴っております。22時42分ですよ、この時間にもうめちゃくちゃ忙しい踏切、しかも上りが名古屋方面が伊勢中川方面がね結構忙しい、逆に下りがあんまり来ないというこの珍しい状況。非常に珍しいですね、この時間にこんだけ忙しいっていうのはね、大変ですよ、本当。もう近鉄のね、社員さんお疲れ様ですって感じなんですけど、まあ安全運転でね、お願いしたいですけどね。さあ次は、あれは明るいな、日の鳥っぽいな。火の鳥は結構乗ってましたね。さっき名古屋行きのアーバンライナーが通過してからまだ5分ちょっとぐらいだと思うんですけど、もう名古屋行きの火の鳥が通過しちゃったということでね。松阪行き特急ですね。宇治山で行き急行です。宇治山で行き急行。おおき特急、あれさっきも松阪行き特急来たはずなんですけどね。まあこういう状況に陥るってことですよね。アーバンライナー
期の最初に来てたアーバンライナー、あれネクストかなんかやと思うんやけど、あれは改装ですかね。さあ23時になりました。はい、とまあこんな感じでね、ほんとね、遅延があるとね、こう連発してくるようなね、結構珍しい光景を見ることもできるんですけど、やっぱりね事故とかね、やっぱり起こしてほしくないですけどね。まあそんな感じでね、ちょっと珍しい光景がいっぱい来るということでね、そんな光景をちょっと動画にしてみました。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。